闇に尺の色した日に焼けた中野の体だ。どうした中野が落ちた。何が足りなかったんでしょうか。気持ちですね。もうそれはもう気持ちですね。すげえ重かったです。それは何の重さですか。散っていった仲間たちの思いがやっぱりあったから、みんな一緒に行きたかったです。今日は僕がやります。みんな壁を越えるか。手をかけた。越えた。気持ちいいですね。あのボタン押した瞬間久々に思い出して、ああこのためにやってんだなと思いました。メタリックな天空の城に一点筋肉の塊がおります。山田勝美、ボンベ配送業33歳。いよいよファイナルステージです。とにかく身につけているもので1グラムでも軽くしたいと、コスチュームを軽減してまいりました山田。でプシ一本で果たしてファイナルステージを制することができるか。人間ガスボンベ山田勝美、さあ腕の力を利用する。足は使わない、足は使わない。さあ足は蹴るのみ、足は蹴るのみ。ドルフィンキックといった感じであります。さあ5メートルを制した。今度は足を使います。今度は反動をつけた後は5メートルを過ぎてから足を使っていった。さあ10メートル残りあと15秒、残りあと半分。さあ10メートルからの5メートル、10メートルからの5メートル、残りあと10秒、残りあと9秒。山田くんつけられた。残りあと6秒。さあどうだ、あと数メートル、あと数メートル。2秒1秒。さあどうだ。山田さん、今回十何キロも落としてきてね、あまりにもその空腹ということで一時不眠症になるなんていう局面もあったらしいですね。うん、そうですね。そんな風に山田さんをこの種目へ駆り立てたその動機っていうのは自分で思うに何なんですかね。いや、ただ目標確かめたい何かを、その負けたくないっていう、ただそれだけです。悲願の初めてのサードステージ進出へ向けてセカンドステージクリアなるか。ゴールデンボンバードラム、ダルビッシュ健二38歳、いざスタート。セカンドステージクリアは今回こそ叶うでしょうか。バースコンベア、ここです。体力を消耗している。ダルビッシュ行く、逆流してくる。コンベア張っていく、滑る、苦しい、それでもクリアした。来て来て来て、よし残り20ぐらい、残り24秒。1枚目の壁、ダルビッシュの前に立ちはだかる人生の壁。宿題を一つ一つクリアしていった先、足腰に来ている。3枚目どうだ、フォールリフティング、ダルビッシュくぐってクリア。初めてのセカンドステージ、ダルビッシュクリア。悲願のクリア、全ての力を使った先に、全力を尽くした先に、その夢は叶いました。あ、クリアしたんだ俺。
皆さんに感謝です。本当にみんなにこれを届けたかった。届いたかな。みんなやりゃできんだよ。やりゃできる。頑張ろう。鋼鉄の魔城の頂に過去最も近づいた男がここにいます。またしても最後の一人となりました。ファイナルステージ4回目の挑戦、長野誠34歳。いざ実を結ぶべく2006年の秋、長野の挑戦が始まった。いいペースで登っている。いいペースで上がっていった。さあ残りが20秒となる。長野誠、夢を乗せて手繰り寄せるか。長野誠が夢を乗せて体が登っていく。さあ残り10秒、完全制覇達成はなるか。史上2人目の長野誠が完全制覇達成。いったー、長野がいった。緑山の夜空、長野誠いったいった登りました。史上2人目7年ぶりの完全制覇。99年の秋山和彦に次ぐ史上2人目の偉業を達成。最後のボタンを押したあの瞬間の気持ちを教えてくださいよ。いやもうそれは本当自分でもびっくりしてるだけです。残り2秒56ですね。もう本当びっくりしてます。はい、ゴールには何がありましたか。いやそれを今までずっと聞かれてたんですけど、本当のことをね、ここの上に立った時に言おうと思ってたんですけど、ここには本当は俺的には何もないんですよ。もうただ俺はサスケが好きで、でサスケをやることでよってみんなあのオールスターズみんなとか仲間と一緒にこういうサスケの舞台っていうところに立ててみんなとね。長野さん、はい、はい、長野さんにとってのサスケって何ですか。うまくちょっと言えないですけど、ね、生きた証を残せるようなとこで、あともう一番っていうのがもう本当オールスターとみんなとやってることがすごく楽しくて、もう本当それだけで頑張ってます。長野さん、はい、本当におめでとうございます。ありがとうございます。やりました。ありがとうございます。長野誠やりました。20年の歴史でこの魔城を陥落させた男はたったの4人。怪我人の秋山和彦が去り、漁師の長野誠が去った。そしてこの男も緑山を後にするのか。39歳になった漆原裕治、
今夜ファーストステージでリタイアすれば引退します。靴の春田営業、39歳、漆原裕治、2度の完全制覇者、引退をかけた漆原、さあどうだ、時間との戦いだ、残り20秒、靴の春田営業完全制覇を2度成し遂げた男、漆原裕治が戻ってきた。久々のファーストステージクリア。よし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 。怪しく光るゴールの鉄塔は果たして実在しているのか、それとも闇夜の幻なのか、いずれにしてもゴールへの可能性を秘めているのはこの男のみ、山田勝美36歳。第10回サスケ闘病を飾ります。第3ステージ延べ人数1000人目の挑戦者であります。まずはランブリングダイスであります。本人が語るにはあのランプグラスパー、これを通過さえすればと言っております。サスケの自宅のあの中庭には新たにランプグラスパー、こういったものも新設されている。ランブリングダイス、規則正しい音、二の腕が奏でる、二の腕が打楽器だ、規則正しい音、体重を使っている、ウェイトを使って筋力を総動員、お見事。さあ最後は冷静に行きました。全身に込めて腕を鍵型にして順手下がて、あとはこの嫌な距離、どう反動をつけていくか、前後に振っている、どう反動をつけるか、この嫌な距離を制してもらいたい山田。闇夜に山田一人ぼっち、どう悔しさの波紋が広がっていく沼地。いや、いけると思ってました、はっきり言って。すると実際は距離が足りない。そうですね、ちょっと分かんないですけどね、なんか自分では、持ったかなとか思ったんですけど、山田さん、はい、まだ整理はついてないのは分かるんですけども、はい、今後どうしますか。あの、これだけは言えることなんですけど、はい、俺には さすがしかないんですよ。そうでしょうね。なんで自分の気持ちの続く限りはずっと挑戦続けたいっていう気持ちは今でも持ってるし、多分これから先ずっと変わらないと思うんです。今後の検討を期待するしかありません。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。すいません、申し訳ないです。新作動画続々公開中、チャンネル登録よろしく。